P&O が所有するダイヤモンドプリンセス号 P&O はイギリスの船舶会社。P&O のフェリーのファンネル1822年にロンドンの船舶仲立ち人ブロディ・マクギー・ウィルコックスとセトランド諸島出身の船員アーサー・アンダーソンがイギリスとイベリア半島の間の路線を運航するためにパートナーシップを結んだ。1835年にはこれに ダブリンの選手キャプテンリチャード・ボーンが加わり、イギリスとスペイン・ポルトガル間の定期蒸気線航路を開設している。これが P&O の前身であるペニンシュラスチームナビゲーションカンパニー・パニンスラースチームナビカンパニーであり、今日の P&O の旗もポルトガルの国旗の白と青にスペインの国旗の赤と金色を組み合わせたものである。1837年に 英国政府のポルトガルドスペインへの郵便運送業務契約を獲得し、1840年にはエジプトのアレクサンドリアへの郵便運送も獲得した。現在の P&O は1837年に英国王室の直挙を受けて設立された直挙会社で、それゆえ社名には PLC やリミテッドなどといった国はついていない。その後1842年には、 イギリスの最大の植民地であるイギリス領インドへの旅客サービスを1845年には同じく植民地であるシンガポールと香港への旅客サービスも開始。その後も日本や中華民国など世界中にその航路を広げた。ヨーロッパ日本間の就航は1860年。第二次世界大戦までは P&O の利益の源泉は政府との郵便契約であったが、 商用船や旅客船へも業用を拡大した。1914年には当時イギリス最大の海運会社であったブリティッシュ・インディアスチームナビゲーション・カンパニーを買収し、1918年にはイギリス・オーストラリア間の郵便運送業のパートナーであったオリエントラインの経営も掌握した。1920年代半ばには相次ぐ海運会社の買収で、 船舶数は500席とピークに達している。1920年には独自の銀行も設立したが1927年には売却している。一方で戦争による被害も大きく、第一次世界大戦では85席を、第二次世界大戦では179席を喪失した。上述のように P&O は主にアジアオセアニア方面への東回り航路を中心としており、 新大陸向けの西回り航路が中心のキュナード社と共にイギリスのフラッグキャリアの一つと目された。1945年以後、イギリスはインドやマレー半島などの植民地を次々と失い、それに伴いこれらの旧植民地への需要は衰退したが、オーストラリア路線はイギリス他ヨーロッパからの白人移民が多数に上ったため、P&O は SS、 森穴などこの路線向けの大型客船を建造した。15隻の客船のうち最大かつ最後の客船である SS キャンベラは1961年に就航した。オーストラリアへは100万人以上のヨーロッパ人移民が渡り、その多くは P&O が運んだが、1968年にオーストラリア政府はこの移民計画を終了させている。P&O は以後、 客船の多くを売却、解体し、貨物輸送へと集中した一方、雇用客向けのクルーズ市場にも進出した。1959年には、タンカー市場に、1960年代半ばには、ローロー船市場に、1969年には、コンテナ船市場に参入している。コンテナ船1969年、ブリティッシュコモンウェルスシッピング、ファーネスホイッティー、 オーシャンスチームシップカンパニー、そして P&O。1970年代初頭には P&O はイギリスの船会社ストリックラインとハインノースを買収している。1980年代初頭までに P&O のドライカーゴの定期線路線はすべてコンテナ線に置き換えられ、1986年には P&O がオシエルに出資している他社の持ち分を買収し、 OCL を P&O コンテナへと解明した。P&OCL は1996年にオランダのコンテナ船会社ネドロイドと合併して P&O ネドロイドとなった。しかし2005年に P&O ネドロイドはデンマークの海運会社 AP モラーマースクに買収された。フェリー、ローローブネ P&O フェリーの運航する大型フェリー。 プライド・オブ・ロッテルダム1975年にはアイリッシュ海のローロー線路線を運営するための古会社パンドロを設立した。1987年にはタウンセンド・トール線の名でドーバー海峡間のフェリーを運行していたヨーロピアンフェリーを買収し、これを P&O ヨーロピアンフェリーに改名した。1998年にはパンドロと p オーヨーロピアンフェリックス島リミテッドを合併させ、アイリッシュ海路線を運営する p オーヨーロピアンフェリーアイリッシュシーリミテッドを発足させている。分割競争委員会による指導もあり、1998年に p オーヨーロピアンフェリーが解体した後、ファストクラフトの名でサービスが行われた。事業はポーツマスからフランススペインなどへの路線を運行する p オーポーツマス、キングストンアポンハルから、オランダベルディ方面への路線を運行する P&O ノース C、および、ステナラインとの合弁による、ドーバー海峡路線である P&O ステナラインに、分かれたが、後に2002年に、P&O がステナラインの持ち分を買収し、P&O ステナラインは P&O フェリーへと改名し、さらに P&O ポーツマスと、P、P&O ノースーを統合している。 2005年には格安航空会社の進出などによる赤字を理由に、ポーツマスからシェルブール、ルアーブルへの路線を廃止しビルバオを行きのみが残った。多角化と事業の集中1970年代以降、P&O は企業買収で事業を多角化させた。コンストラクションマネジメントや住宅販売を行うボビスグループを1974年の 買収から1999年の売却まで保有したほか、不動産開発、投資業、展示場や国際会議場運営など様々なサービス業に進出した。しかし1999年3月に P&O は海運、輸送業に資源を集中する決定を行い、これ以後多くの事業は売却、廃止された。 オーストラリアでの P&O の活動から生まれた港運業 P&O ポーツと冷蔵倉庫運送業 P&O コールドロジスティクスは現地では市場を主導する地位を得ている。1999年以後グループの様々な部門の売却が相次いだ。2002年10月23日客船クルーズ部門である P&O プリンセスクルーズは分社化され、 2003年4月にカーニバルコーポレーションに売却され、カーニバルコーポレーション &PLC となった。2004年6月、P&O は P&O ネディロイド社の株式の25%を売却し、さらに2005年6月には P&O ネディロイドはデンマークの海運会社 AP モラーマースクに買収されている。2005年10月30日には、 ドバイに本拠を置く世界有数の港湾管理会社であるドバイポーツワールドが P&O を買収することが報じられた。当時世界第4位の港湾管理会社であった P&O は米国の主要港でもコンテナターミナル管理業務を行っていたが、これらの部門もアラブ系の会社に買収されることは2006年2月から3月にかけて米国内で深刻な治安上の論争を巻き起こした。 同年、DPW は、P&O の米国における、公安業務を、米国資本の会社に売却している。DPW は、子会社化した P&O の本社を、イギリス国内に留めている。事故を起こした、ヘラルドオープ、フリーエンタープライズ号1987年3月6日、乗員80名と乗客459名を乗せて、ベルギーのゼーブルフヘから、 イギリスのドーバーへ向かっていた老老船形式の火客、フェリー、ヘラルドーブ、フリーエンタープライズが自動車搬入用のカーゴドアを閉め忘れたことにより海水が流入し、ゼーブルグ沖合で転覆193名が死亡するというイギリス海運市場でも戦後最悪の事故を起こした。同船を運航していたタウンセンドトール船は1986年に P&O に買収されたところだった。裁判の過程で、船長や船員のミスも問われたが、会社の組織上や経営上の問題までが指摘されている。2002年、P&O が三菱重工業に発注した世界最大級のクルーズ客船、ダイヤモンドプリンセスが建造中の長崎造船所にて火災を起こした。船は19時間燃え続け、 総面積の4割を消失した。だが機関部が無事であったためこの船は破棄せず回収して引き渡されることとなった。P&O と三菱重工業は世界最大級の豪華客船を2隻引き渡す契約をしておりダイヤモンドプリンセスを最初にサファイアプリンセスを2番目に渡すこととなっていた。そのため当時建造中であったサファイアプリンセスを ダイヤモンドプリンセスへと名前を変えて2004年2月に引き渡され、火災にあった船は、サファイアプリンセスとして、同年5月に、P、P&O へと引き渡された。ヘラルドオブ、フリーエンタープライズ号転覆事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。